中皮種とは、中皮細胞由来の腫瘍の総称である。多くは悪性であり、わずかに良性のものもある。主な発生部位は、以下の通り、肺がんの一種と説明する人がいるが、肺ではなく、胸膜にできるものである。多くの場合、石綿曝露が原因とされている。青石綿や、茶石綿が白石綿より発がん性が高いと考えられている。曝露から発病までの期間は、 一般的に30年から40年くらいと言われる。詳しい原因追求は未だ待たれているが、吸い込んだアスベストによってなどに弱気されたインターロイキン6を中心とした炎症が中皮の使用化を促進すると考えられている。アスベスト被曝は職業上のものが圧倒的である。しかし、アスベストを取り扱う事業所の近隣住民や、 アスベストを取り扱う労働者の家族にも患者が出ており、これらについてもアスベストとの関連が強く疑われる。近年は低濃度環境曝露の方が、高濃度職業曝露よりも発言性が高いと考えられている。中皮腫と診断されたものの中には、主な原因である石綿と自分の仕事との接点がないと思っていたり、仕事以外も含めて一切の接点がないと思うものもいるが、 職業歴や居住歴を綿密に拾い上げると、石綿との関連が明らかとなってくるケースもある。中皮種、人肺アスベストセンターでは、中皮種で石綿との接点が見つからないと思われている方に向けた啓発文を出している。しかしながら、ごく少数ではあるが、アスベスト被爆の可能性が考えにくい軍にも、悪性中皮種が認められることがあり、アスベストだけが、 単一の原因でないことが推測される。実際、業界癌などに含まれる不死石の一種エリオン、伏石も同様に中皮脂を引き起こすことがカッパドキアやアメリカ合衆国で確認されており、エリオン伏石はアスベスト同様に発がん性物質に位置づけられている。アスベスト曝露と喫煙のリスクを合わせ持つ人の肺がんの罹患率が数倍から50倍になることが指摘されているが、 中皮腫と喫煙の関連は医学的にはない。また疫学的観点から2030年前後にこの疾患はピークを迎えると考えられている。中皮腫の顕微鏡写真初発症状にとぼしいことが多い。進行例で症状が発現することが多い。症状としては、胸膜浸潤による胸水の貯留による呼吸困難が強く出てくる。肺眼と異なり、血痰を初発にすることは、 まずない。定位形式や浸潤など、未だ多くのことが不明である。そのため、固形の悪性腫瘍は、TNM 分類を用いて、進行度を評価するが、その評価形式に疑問が投げかけられている。浸潤は微慢性で、横隔膜を伝うような形で腹膜に浸潤することもある。また、重角を通って心膜に腫瘍を形成すると、拡張不全による、心不全が起こる。 微慢性の新順だが、主流の形成も来たシュール。腹膜発生のものは、進行すると腹部傍慢、腹痛、食欲不振、悪心、嘔吐、腹水など。末期では、腫瘍が腸管に癒着し、腹空内臓器が一回となる。肺がんに準じた TNM 分類を用いて、ステージ2までには、外科療法も行われる。ステージ3以降は、化学療法が中心である。 臓器転移を起こすことは、ほとんどないものの、診断時にすでに広範囲に進展し、根治手術が不可能であることが多い。予後は極めて不良で、1年生存率が50%、2年生存率が20%で、ある。中皮脂患者や家族を支援する団体として、中皮脂サポートキャラ団体や、中皮脂アスベスト疾患患患者と家族の会がある。ありがとうございます。